リチャード・ベリンガムはイングランドから北アメリカの植民地に渡った判事、弁護士であり、マサチューセッツ湾植民地の総督を前後3回務めた。マサチューセッツ湾植民地のために発行された認可状に署名したものとして最後まで生き残ったものとされている。1634年に新世界に向かって出発する前はリンカンシャーの裕福な弁護士だった。 マサチューセッツでは、中道のジョンウィンスロップに対して、リベラルな性的であり、参政権と立法の拡張を論じたが、クエーカー教徒やバップテストが植民地に入ろうとした時に極めて厳しく反対し、宗教面では、幾分保守的な面を示した。マサチューセッツ自由の主文を作成した一人であり、この文書は、アメリカ権利商店にも見られる多くの意見を、具体化したものだった。 ベリンガムは植民地での初期に害して少数派に属したが通算で10年間を植民地総督として務めておりその大半はイングランド王チャールズ2世が植民地政府の行動についてあれこれ注文をつけた王政復古という難しい時代だったベリンガムはイングランドに出頭すべしという国王からの直接命令を拒否しておりこれが1684年に植民地 認証取り消しにつながったとされている。ベリンガムは二度結婚しており、5歳と一人の息子がベリンガムの死後に残った。ベリンガムは1672年に死亡し、現在のマサチューセッツ州チェルシーの資産とボストンの大きな家屋を残した。ベリンガムの遺志に対して息子から異義申し立てがあり、その資産は100年以上も続く法的手続きの対象となった。 作家ナサニエル・ホーソーンの小説、ひもじ』と、詩人ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローのニューイングランドの悲劇には、ベリンガムが登場しており、植民地時代の仮想の出来事を扱っている。リチャード・ベリンガムは1592年頃に、イングランドのリンカンシャーで生まれた。父は、ウィリアム・ベリンガム、母は、フランシーズ・アムコッツだった。一族は繁栄していた。 スカンソープに近いブロンビーウッドにある邸宅に住んでいた。オックスフォードのブレイズノーズカレッジに1609年12月1日に入学して法律を学んだ。1625年、リンカンシャーのボストンで記録館に選出され、1633年まで務めた。1628年と1629年にはボストンから庶民議員に選ばれた。ベリンガムは バークシャーのスーローフィールド出身のエリザベス・バックハウスと結婚し、多くの子供が生まれたが、息子のサミュエルのみが成人した。1628年、マサチューセッツワン会社の投資者となり、ニューイングランドのためのプリマス委員会によって発行された土地特許に署名した者たちの一人となった。1629年にマサチューセッツワン植民地のために発行された。 王室認可状にもその名があった。1633年、ボストンの記録官を辞任し、その資産の処分を始めた。翌年、妻と息子を連れて、新世界に旅立った。マサチューセッツのボストンに着いてから間もなく、妻のエリザベスが死亡した。ジョン・ウィンス・ロップ、ベリンガムと意見が合わないことが多かったベリンガムは、 即座に植民地での著名な役職を務め始め、ボストン市の事情を監督する委員会の委員を務めた。この役割では、ボストン顧問の設立をはじめ、地域社会の分割に参加した。ボストンに来てから間もなく、ボストンとウィネシメットの間の渡し船航路をサミュエル・マーベリックから買収し、合わせて、チェルシーの多くにまたがる土地も購入した。ボストンにあるその邸宅に加えて、 ウィネシメットの船着き場近くに田舎屋を建設した。1659年に建てた家屋は、チェルシーに今も残っており、ベリンガム・キャリー家屋と呼ばれ、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ベリンガムは長年総督の諮問機関である植民地の補佐委員に選ばれ続けた。これは総督の立法事項について助言を行い、司法府として機能するものだった。 また、植民地財務官としてもいくつかの人気を務めた。1635年には植民地の総督補に初めて選ばれた。この時は、威信の高いジョンウィンス・ロップが人気を失っていた時だった。さらに1640年にも総督補に選ばれた。1637年、アンティノミアン論争が起こり、アン・ハッチンソンの裁判では、ベディンガムが判事の一人となり、 植民地から追放するという判決に賛成票を投じた。歴史家のフランシス・ブレマーによれば、ベディンガムは幾分請求で敵対的なところがあり、ウィンスロップと政治的な問題について衝突することが繰り返された。この初期の時代にハーバード大学の初代監督委員会に選ばれた。また、植民地では最初の法典であるマサチューセッツ自由の主文策定に貢献した。 この文書は、ウィンスロップから反対され、何度も立ち往生することがあった。ウィンスロップは法律について、コモンローを適用することに賛成していた。1641年、ベリンガムは、ウィンスロップに対抗して出馬した選挙で、初めてマサチューセッツ湾植民地総督に選出された。その任期中に、自由の主文が正式に採用された。しかし、 総督を務めたのは1年間だけであり、1642年にウィンスロップと交代した。ベリンガムの落選は再婚に伴うスキャンダル絡みの不定債が災いした可能性があった。ベリンガムの家の客だったある友人が20代の女性ペネロープペラムと交際していた。ウィンスロップによれば、この時50歳で家父だったベリンガムが彼女の心を掴み、 正式な婚姻の予告期間を待たずに結婚してしまった。この問題が植民地裁判所に持ち出された時に総督で主席判事であるベリンガムがその告発に直面して裁判官席から降りるのを拒否したためにこの件はいくらか気まずい結果になった。ベリンガムの総督としての任期はウィンスロップによって極めて難しいものと表現されていた。議会は ベリンガムの他の議員に対して有効的ではない態度により不快な動揺と争いで満ちていた。彼はすべての手続きにおいて他の者に反対の立場を取り、それが仕事を遅らせることになったと記していた。メアリ・ダイヤー、クエーカー教徒であるがゆえに処刑されたボストン、殉教者の一人1640年代、補佐委員の権限に関して構造的な問題が起きた。 逃亡した豚に関する事件で、補佐委員は、ある未亡人の誤った動物を捕まえたとされる、商人に有利な裁定を下した。その未亡人は、一般裁判所に控訴し、有利な判断をもらった。補佐委員は、一般裁判所の判断を覆す権利があると、主張し、論争に火をつけさせた。ジョン・ウィン・スロップは、その補佐委員が経験を積んだ判事として、 一般裁判所の民主的な制度をチェックできるはずであると主張した。なぜなら民主主義はほとんどの文明国であらゆる形態の政府の中で最も卑劣で最も悪いものであるからであるとしていた。ベリンガムは二人しかいない補佐委員の一人であり、補佐委員の拒否権が有効とする最終判断に反対していた。ベリンガムとソルトンストールはウィンスロップや トマス・ラドリーのより保守的な見解に反対する少数派になることが多かった。1648年、ベリンガムは委員会に出席し、植民地の検証によって要求されているように、植民地の法体系はイングランドの法に一致しないわけではないことを示した。1650年、ベリンガムが補佐員であるとき、ウィリアム・ピンチョンの著書、 我々の買い戻し史に関する賞賛すべき価格を禁書とする裁判所判断に同意していた。その書はピューリタンが異端と考える多くの見解を表明していた。1654年、ベリンガムは再度総督に選出され、1665年5月にはジョン・エンデコット総督の死後にも再度選出された。その後は死去した1672年まで毎年再選され続け、 都合10年間を総督として、13年間を総督補として務めた。1656年にエンデコットの総督補である、時、数人のクエーカー教徒を運んできた船がボストンに着いた。エンデコットはこの時セーラムにいたので、ベルンガムが彼らの到着に対する政府としての対応を指揮した。クエーカーはピューリタンにとって異端だったので、クエーカー教徒は、 船の中に拘束され、その持ち物が捜索され、その進行を促進するための書籍は破壊された。その捕獲から5週間後、彼らはイングランドに送り返された。エンデコットが総督である間に、植民地からの追放を拒否するクエーカー教徒に対する罰則は、次第に厳しいものになり、違反を繰り返す者には死刑を犯すこともあるようになった。この法の下で、追放後も、 植民地に戻ってきた角で4人のクエーカー教徒を死刑に処した。クエーカーの歴史家たちはベリンガムの評価でも厳しいものがあった。マサチューセッツの権威筋が死刑を行わないことに合意した後、法は落院や無知打ちに厳じるよう修正された。1640年代と1650年代のイングランドは大きな混乱の時代だった。イングランド内戦により、 イングランド共和国が設立され、オリバー・クロムウェルの五国共生となった。この時代にマサチューセッツは外して、クロムウェルや議会派に同調的だった。1660年にチャールズ2世が大いに服して王政復古となると、すべての植民地、特にマサチューセッツはその監視下に置かれることになった。1661年、チャールズ2世はその後に、 クエーカー教徒の処刑を禁じる職務執行令状を発行した。さらにマサチューセッツに参政権を拡大し、プロテスタントの他の会派に対して寛容であることとする法の具体的な改正を要求した。これはエンデコット総督の間に抵抗されるかあるいは無視された。チャールズ2世は1664年にニューイングランドに役人を派遣し、 その要求を強制させたが、ニューイングランドの植民地の中でもマサチューセッツが最も反抗的であり、実質的な要求のすべてを拒否し、あるいは問題に表面的に対処するだけの修正を法制化するだけだった。この肖像画はベリンガムのものとされたことがあった。モデルも画家も不明のままであるこれに対するチャールズ2世の反応は当時相得だったベリンガムと、 議会議長だったウィリアム・ホー・ソーンにイングランドに来て植民地の動きを説明するよう命令を発することだった。この要求にどう答えるかについて植民地の意見が分かれ国王の要求に議会が従うことを求める植民地大衆の内部から請願の声が上がった。これに関する議論によって補佐委員会の中に長く続く亀裂を生じた。いかなる代償を払っても 国王の要求に抵抗することを望む強硬派と国王の要求に応じるべきだと考える恩憲派が争った。ベリンガムは強硬派の側につき、結論として国王に手紙を送ることになった。その手紙では、要請が国王の発案になるものかを問い、植民地は国王に忠誠であり、議会がなぜ国王の要求に従えないかをすでに十分に説明してきたと抗議していた。 議会は満官職の船を贈り物として贈ることで起これる権威筋をなだめようとした。チャールズ2世はオランダとの戦争と国内の政治に気を散らされ、ベリンガムの死後までこの問題を追求しなかった。ただし多くの理由があって、マサチューセッツ湾植民地の認証は1684年に取り消された。 アン・ヒビンスの処刑の様子リチャード・ベリンガムは1672年12月7日に死んだ。植民地認可上に署名した最後の生き残りだった。ボストンのグラナリー埋葬地に埋葬された。その死後には最初の結婚で生まれた息子のサーミュエルと5歳のペネロープが残った。ペネロープはその後30年間生存した。ウィネシメットの所有地は その後100年以上も続く法廷訴訟の対象となり、大西洋の両側で法廷と手続きの判断が出てきた。その意思に従い、ウィネシメットの資産のいくらかは宗教的用途にとって置かれた。その息子が父の意思に異議を申し立て、最後は教託となった。法廷訴訟はベルンガムの遺産承継者、土地の承継者と占有者の間で争い続けられ、 結着したのは1785年だった。マサチューセッツ州ベリンガム町は、ベリンガムにちなむ命名であり、また、チェルシー市には広場、通り、丘など多くの場所にその名が付けられている。ベリンガムは、作家ナサニエル・ホーソーンの小説、ひもじの中で、魔女裁判により処刑されたアン・ヒビンスの兄弟という位置づけで登場する。ベリンガムの姉妹としてのヒビンス夫人に関して、 当時の文献はない放送がこの関係を作ったのはジョン・ウィン・スロップの日記に関するジェームズ・サベージによる1825年の出版にあった客中に基づいていると考えられる。20世紀初期に出版されたベリンガムの形図には彼女に関する言及がない。詩人ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローのニューイングランドの悲劇にはベリンガムが登場している。ここでは クエーカー教徒を扱った事件を仕立てている。ありがとうございます。